には特別な才能なんてなかったんです。乗り越えられない壁なんて絶対笑われたって諦めちゃね。これが AK69 のワース。いろんな思いがありますね。やってやった感と、もうやっぱ俺の姉ちゃんとかなんね、姉ちゃんの世代なんて多分めちゃくちゃ知ってると思うし、ディンディンドンとか特に、とりあえずなんか一個マジでっかい誇れることをまずもらったのと、プレッシャーも感じますね。やっぱり一緒の舞台にいるんで、それなりになんか、まあ俺は俺でいることは確かなんですけど、俺も負けたくない思いはあるんで、こう叶わなくてもやっぱ張り合うとこは張り合いたいし、バーとしてなんかいい刺激もらえるのがビート上に目に見えるかと思ってます。 AK69 さんってずっといて、俺もまあ音楽をやり始めて、こう今までこうなんていうのかな、東海地方のヒップホップのストーリーはヘッズとして見てたんで、それにきっと今なんか自分も今この一個のストーリーを作ってる一人なんだなって、今になって AK さんとやってなんか実感できるみたいですね。最初の音源ビートのやつ送ってこう繰り返されてきての興奮がまず一つ目、同じビート上にいるにまずびっくりしたし、やっぱ撮影が一番食らいましたね。その映像に俺がいるのがやばいし、やっぱそのやっぱ呼ぶ車とかもいい感じだし、かっこいいなと思いました。やっぱりディングディングドンゴ初めて最初に聞いたんで、その衝撃はずっとあるし覚えてほしいですね。聞いた時の状況とかビートが届いた時はディングディングドン心の鐘なんで、やっぱ勝負するイメージあるし、勝負していろんなもう強気っすよね。とにかくもう俺ら常に動いてるぜみたいな、勢いのいいやってやろうぜみたいな、いい曲だと思います。撮影の前の日ですね。前の日に別になんか予習じゃないですけど、まあ、ちょっと久々に見ようと思って見てて、でアウトロが終わって最後に 2B コンテニューって出るんですけど、俺は僕 AK さんのファンだったんで、絶対 2B コンテニューってあったら多分分かってると思うんですよ。あの続きは何なのか、あのディングディングドンの PV 出て、まあ、次の PV が出るっていう 2B コンテニューなのかもしれんけど、でも俺の中ではもうこれ今回の PV が才能なんてなかったんです。まず俺らが勝手にこう作ったというかビートをディンディンドンをサンプリングして作りたいなっていうのが前からあったから、